2022-23 ヨギボー WE リーグ第21節、サンフレッチェ広島レジーナ対チフレ AS エルフェン埼玉の一戦です。まずは8分広島です。ここで中島芳野が奪ってドリブルで仕掛けます。前線待っていたのは大内リオ、その大内にボールが通る。さあ大内シュートを打ちますが、ビッグセーブでした。船田真由、片手一本で軌道を変えました。前半から積極的に仕掛けていった広島です。続いて37分広島、金賀から上野真美、ここで追いつきます。さあそして中を見ながら大内リオ、決定機でしたがわずかに合いませんでした。上野真美の動き出し、そして大内もよく見ていましたが、ジャストミートすることはできませんでした。さあそして後半です。68分、このコーナーキックにカード合わせます。しかしこのミルナ、このセーブです。このビッグセーブがありました、このミルナ。さあそして73分、川野から右のサイド、このクロスボール、加藤がファーサイド走り込んでいたんですが、これもこのミルナ、スーパーセーブ連発でした。さあそして75分、今度は広島、中島芳野の仕掛けです。中島ここで追い越してドリブルで仕込み運びます。さあ中島芳野、ここでシュートを選択、弾いたところディフェンダーに当たりオウンゴールになりましたが、この仕掛けからでした。中島芳野、中島芳野のドリブルから前半戦から何度もチャンスを作りまして、ついにゴールネットを揺らしました。さあそして78分、立花からクロスボール、そして谷口好みコントロールショットでしたが、これはクロスバーに当たります。2022-23 ヨギボー WE リーグ第21節、サンフレッチェ広島レジーナ対チフレ AS エルフェン埼玉の一戦ですが、1対0、広島が勝利を収めました。